なんですけれど、偏重方式にはまあ妙に今回通信偏重の問題が多かったんですけど、電子の方でも出たみたいで、その辺は気にしないでください。偏重方式にはですね、アナログとデジタルがあるんですね。デジタルがあります。でデジタルの中でも ASK、 これは振幅ですね。 FSK、 これ A は振幅。ちょっとずつ忘れてたら思い出してくださいね。 F っていうのが周波数、それでもう一つが P ですね。 PSK っていうのがあって、これが位相変異変調と言われるものです。で PSK がデジタルの場合は非常にバリエーションが多いね。でこれはちょっとね込み入った話が出てくる可能性もあるっていうんでね、ちょっと難しめの問題を出してます。 PSK が基本的には BPSK とあと QPSK とあといろいろな QAM ですね、そういったものがあります。それで位相変異変調っていうのはこういったこちらが例えば0とすると、こちら180度位相が狂った反対側になったものを1とする、こういった形で0と1と送っていきます。なのでこれ証言で見るとこうですよね。0があって π があって、ここが2分の π ですね。位相があるとしたらこことここ、こっちを0、こちらを1っていうね、こういうふうなのが BPSK になります。それに対して、QPSK っていうのは、ここが00、ここが01、ここが10、ここが11っていうふうに、4つの位相でやる。それを8にしたり、16にしたりっていうわけなんですけれど、1番は、見ると通常はですね、BPSK の場合は0と1との間はラディアンの位相差がありますね。だから1番が違うっていうのは原理が分かっていればそうだよねっていう話になる。ただこれが何っていうことが分からなかったら、多分何聞かれてるのか分からないよっていうことですね。で2番はだから今言ったように合ってますね。で QAM っていうのは何かというと、これはですね、いろんな QAM があるんですけれど、 16QAM を例にしてやりますと、こういうふうな証言があるとしたら、ここをですね16の1234567891011116とね、これだけの16個の証言に分けてやるんですね。つまり0から15ですね、までなので、これはその次の点見ますと、 16PSK はこれは0から15まで数字が4ビットになります。4ビットですね。でこちらは BPSK は1ビット、ね、で QPSK は2ビットですね。0から3一度に送れるデータが2ビット送れる。で一度に送れるデータが QAM、 つまり振幅のこの振幅の変化と位相の変化を両方組み合わせたらもっとたくさん送れますよっていう、そういったものです。でこの点の数で32とか 64QAM っていう名前がついてるわけです。64だとしたら0から63までなんで6ビット一度に送る。となるとこの上から4番目の5番目ですね、QPSK は2ビットに対して 64QAM は6ビット送れますから、ちょうど一度に3倍のデータを送ることができるっていうことが分かるわけです。
です。ここまで出ないような気はするんですけれど、もしも出たら思い出してねっていうところでございます。QAM までは今まで国史にね言葉でよく出てきましたので、一応知っとくといいと思います。で、一応ですね、4番あとは今ここを書いたのは FSK っていうのは、これ皆さん何に使われてるか覚えてますかね。これはイオンテレメーターですね。こういった QAM とか PSK に比べて FSK っていうのは、これは雑音に強いっていう特徴があります。強いですね。そういったことも合わせて知っておくといいと思います。なぜ FSK を使うのかっていうのが聞かれたときは、それ雑音に強いからそういうふうに理解しておくといいと思います。これが問題の58番ですね。次、問題の59番で、記憶装置について正しいのはどれかっていう、これはなんか何のことやらと思うかもしれませんけれど、最初の3つはレイドの話ですね。レイドっていうのは何かというと、2台の以上のハードディスクですね。ハードディスク、2台以上のハードディスクを接続して、それに一度にデータを書き込むね、方法です。例えばその A、B、C、D っていうデータがあったとしたら、こちらに A、B を書きながらこちらに C、D を同時に書ける。これがレイドのいいところです、ここね。で、同時に書くのをストライピングって言います。ストライピング。それに対して、ただこの場合はデータのスピードが2倍、書き込みスピードが2倍になる。それに対して両方に同じものを2回書き込む、ね、こちらが A、B、C、D、 こちらも A、B、C、D、ね、両方に同じものを書き込む、これをミラーリングって言います。リングって言います。で、こちらのやり方のことをレイド0ですね。で、こちらのミラーリングの方をレイド1って言います。1っていうのがあります。で、あとですね、ストライピングなんだけど、こちらにデータを書くと、そのデータのパリティですね、を別のディスクに書くっていうね、こういうふうなものをがあって、ストライピング、ピングしながら、プラス、データにどっちかが壊れたときに修正するためのね、A ともう一つ別のハードディスクね、に B のデータを書き込んどって、これがどちらかが壊れても、これがあったら修復できるっていうふうにするパリティを1個用意しておきます。誤りを訂正するためのデータを入れるものを1個用意しておきます。で、こういったものがレイドの5と6になります。で、一応ですね、そういったものだっていうのは知っておいてください。それであとそれと混ぜて、ハードディスクとSSD ですね。SSD っていうのは、これは何かっていうと、書き込み可能な、書き換え可能なロムです。電気的に書き換え可能なロム、またはフラッシュメモリーと呼ばれるものを大きくしたもので。で、ハードディスクの代わりになるようなものが SSD。みんなよく知ってますね。今、ほとんどのパソコンこれになっています。
で、あの SSD ソリッドステートドライブは速さでいくとハードディスクドライブよりも速いことになってます。ハードディスクドライブっていうのは磁気の円盤に磁力で書き込んでいくんですね。だから機械的に動かす部分があって、そこはどうしても物理の法則を超えて動かすことができない。で、あとですね、下の方ちょっと小さく書いてますが、DVD、まあ、CDR ですね、DVDR とか、それで実際にこれ書き込み速度は、こちら40倍速とかのドライブが出てますから、ほぼ同じぐらい。で、少しだけ、光ディスクっていうのはちょっと遅いんです、書き込みがね。なぜかというと、光ディスクは、光磁気ディスクっていうものは、一回磁力を消去して消してから書くっていうね、オーバーヘッドがあるので、ちょっと書き込みが遅くなります。まあ、理屈で言うと倍かかるんですね。で、まあ、それでも最近使われてないフロッピーディスクドライブがずっと遅いよって、大体こういった代償関係になってます。ね、まあ、そういったところまで押さえておいてください。で、まあ、そこまで行きまして、次問題の60番ですよっていうね、ことしか書いてないんで、多分ね、忘れてると思いますが、公式を覚えて解ける人は、まあ、それで全然大丈夫です。で、やっぱりこの手の問題解けないやなという人向けの話を、まあ、これで最後になりますね。もう一回だけしておきます。僕はどうしてもね、公式で解くと潰しが効かないのでやらないんですね。だから公式全然覚えてません。この時にはこれ使うわけで。で、今この物体の横軸を時間で縦軸速さでね、グラフ書けば分かるよっていう話をね、まあ、最後にもう一回だけしておきます。で、これは最初速度が V0 で進んでいたものが、だんだんね、一定の大きさの制動力が加わって、どっかで速度がゼロになるね。その時のこの距離ですね。この距離が25m。こういった速度と時間の三角形を書くと、この面積が距離になるっていうね。まあ、それだけ知っとけば実は簡単に解けるんだよっていうことです。で、このね、進んで速度が0になった時間を t0 とします。そうしたら、ここの h っていうものは直角三角形なんで、h=、見たらすぐ分かります。v0 かける t0 を2で割ったものですね。で、これが25メートルなんだよっていう。ということはっていうことですね。V0 が10、2分の10、T0 イコール25。ただこれは 5T0 イコール25ですから、T0 イコール5秒っていうのが、この絵を眺めてたら、特に何の公式も使わなくても、秒で出てくるわけですね。5×10 を2で割って25か。そんだけのことです。それで加速度っていうのはこの傾きのことです。速度の傾きを加速度、じゃあこの傾きはって言ったら、もうこれはもう t0 分の v0 っていうのを見たら分かりますよね。これはそういった5分の10イコール2メートル/秒の事情ですよ。で、力っていうものはm×a ですね。で、とてつもない難しい問題だったら、なんなんですけれど、簡単な問題であれば、こうやって簡単に解けるわけです。100×2 イコール、だからこの場合は200Nっていうね、風に出てくるわけです。で、問題の今度は81番ですね。81番なんですけれど、変位に比例する抵抗力を発揮する機械要素がある。
比例定数であるバネ定数の次元はどれかっていうことですけれど、変異に比例するっていうのは F イコール KX ですね。となるこれが変異、これがバネ定数ですね。バネ定数としたら、バネ定数は X 分の F、 いろんなところでこの例えば年成係数とかね、いろいろな出てきますけど、とにかく式に直して、それでそれイコールに直せばまず間違えない。変異の単位がメートルです。力の単位は質量かける加速度ですね。なのでこれはキログラムかけるメートルでメートルで割ってもらう量の2乗イコールキログラムかける量のマイナス2乗で出てくるよっていうところでございます。いいかな。で、全部いきます。今僕ちょっとね、もうちょいかな、すいません、ちょっと1時間を超えてしまいますが、まあまあ。